かつてのスタイルの良かった自分に戻りたい人も、健康のために減量したい人も、今始めなければ一生太りやすい体と付き合い続けることになります。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回は富永浩太さんが書かれた101の科学的根拠と 92% の成功率から分かった満腹食べても太らない体という本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。一時的に痩せたけどすぐリバウンドしてしまう。仕事や人間関係のストレスで太ってしまった。昔に比べて痩せにくくなってきた。そんな方におすすめの本です。本書では一時的には痩せたけど結局リバウンドしてしまったという方にも有益な肥満の本当の原因を教えてくれています。ずっと痩せた状態で居続けられる食欲コントロール法を知ることができるので、とてもおすすめの本です。というわけでこの動画では、1、なぜダイエットが成功しないのか、2、肥満の本当の原因、3、食欲コントロール法とはという順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、なぜダイエットが成功しないのか。この章ではなぜダイエットが成功しないのかというテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、人は本来太らないようにできている、従来のダイエット法でリバウンドするのは当然という2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、人は本来太らないようにできている。本来体重というのは増えないようにできている。皆さんはこれを聞いてどう思うでしょうか。おそらく多くの人はそんなわけないと思ったのではないかと思います。自身のこれまでの経験から、体重が増えないようにできているなんてそんなわけない、そう思うのも無理はないです。しかし実際には人の体には体重を自動でコントロールする機能が備わっています。体内の状況が正常範囲から逸脱した時、正常範囲に戻す仕組みがホメオスタシスです。これは血糖値で考えるとわかりやすいです。例えばコーラを飲むと、コーラに入っている糖質が体内で吸収されるので、血糖値は一時的に上昇します。ただ血糖値が高い状態は血管への負担となるため、長い間その状態が続くわけではありません。そこで体内ではすぐに血糖値を下げる反応が起こります。そして血糖値の数値は元に戻ります。他にも血圧や心拍数が何らかの理由によって上がっていても、時間が経てばすぐ元に戻ります。こうした体にとって危険な状態を避けるために起こる反応がホメオスタシスです。食事や運動によって数値が最適な値から外れると、体の中で異常事態と判断され、最適な値へと戻されます。そして実はこうしたホメオスタシス機能は体重にも発揮されているという理論があります。それがセットポイント理論と呼ばれるものです。セットポイント理論とは簡単に言うと、人の体重は一定の値セットポイント、これに保たれるように自動で調整されているという理論です。つまりその人にはその人の最適な体重セットポイントがあって、その体重から逸脱しそうになったら、体重が勝手に調整して変化しないようにしてくれているということです。ですので、もし自分のセットポイントが50キロで、食べ過ぎて52キロまで増えたとしても、ホメオスタシス機能が働いて自然と体重が50キロまで戻るというものです。このメカニズムは次のように起こります。まず体重が増えると食欲が落ち、代謝が上がります。すると体重がこれ以上増えないように、元の体重に戻るようにする反応が起こります。それによって食欲が減ることで摂取カロリーが低くなり、代謝が上がり、消費カロリーが高くなって痩せます。例えば昼食を食べ過ぎた時、夕食は食べなくてもいいかなとなった経験は誰しもあると思います。また夜にお酒を飲んで食べ過ぎて、翌朝空腹感が下がってしまうのも同じことです。食べ過ぎた時に実際に代謝の変化を感じることは難しいことです。しかし体の中では代謝が上がり、消費カロリーも高くなっています。イギリスの栄養学の科学誌ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・ニュトリションに掲載されている研究では、健常な成人男性に脂肪を過剰摂取させたところ、1日のエネルギー消費量が 5.6% から 6.4% 増加したと報告されています。このように体重に関しても食欲と代謝が自動で調整され、正常値から逸脱しないようにホメオスタシス機能が備わっているというのがセットポイント理論です。では続いて2つ目のポイント。従来のダイエット法でリバウンドするのは当然。先ほど紹介したセットポイント理論で言うと、頑張らなくても体重が増え始めれば食欲が落ちて代謝が上がります。そして体重は適正な値に引き戻されます。逆も同じで、痩せすぎても食欲が増して代謝が下がり、適正な体重に戻るような反応が起きます。例えばミネソタ大学で行われた有名な実験に、半飢餓実験というものがあります。この実験は健康な成人男性に対して、最初の12週間は通常食を与え、その後の半年は約半分のカロリーに減らして半飢餓状態で過ごしてもらいました。これは長期的な飢饉に似た半飢餓状態の身体的及び心理的影響を調べたものです。実験の結果、体重は約 25% 減少しましたが、飢餓期間と飢餓期間終了後は食べ物の欲求が強くなりました。
そして各被験者の基礎代謝の低下、体温の低下、呼吸及び心拍数の低下といった代謝が下がるという反応が起こりました。また飢餓期間終了後、多くの人が過食と精神疾患になってしまいました。この実験結果は長期間かつ目的があって行われたものですが、従来のダイエットはこの反飢餓実験と同じことをやっていると言えます。ほとんどの人がダイエットに失敗する理由がここにあるわけです。食欲や代謝をコントロールしているホメオスタシスは特に急な大きな変化を嫌います。短期間で行うような大きな減量はホメオスタシスを必要以上に刺激してしまい、正常体重以上までのリバウンドを引き起こしてしまうということです。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章ではなぜダイエットが成功しないのかというテーマについて、人は本来太らないようにできている、従来のダイエット法でリバウンドするのは当然という2つのポイントについて解説しました。では続いてに肥満の本当の原因。この章では肥満の本当の原因というテーマについて本章から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのはホメオスタシス機能が正常に働くかどうか、環境要因がホメオスタシスを崩すという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、ホメオスタシス機能が正常に働くかどうか。ではなぜ簡単に太ってしまうという声がなくならないのでしょうか。それはホメオスタシス機能が壊れてしまっているからです。正常範囲から逸脱した時に正常範囲に戻そうとする力が弱まってしまっているから体重が増えてしまいます。例えば次のような現象は体重調整のホメオスタシスが働いていないために起こる現象です。お腹がいっぱいなのにアイスを食べてしまった。毎朝甘いものが食べたくて仕方がない。お腹がパンパンになるまで食べないと満足できない。食べても食べてもいつも何かを食べたいと考えている。ラーメンにはチャーハンと餃子がないと満足できない。こうした状況では体重調整に関わるホメオスタシスが機能していないため太りやすくなってしまいます。しかし逆にホメオスタシスが正常に働いていると次のような状態になります。お腹が満たされたらアイスは食べなくていい。いつもではなくたまに甘いものが食べたくなることがある。食後に動けなくなるほど食べ過ぎない。3回食事をすれば食事と食事の間で常に何か食べたいとはならない。ラーメンは単品で満足できる。このような状態であれば我慢しなくても体の声に従って食べていれば太りません。このように人の体は本来の状態であれば努力しなくても太らないようになっているということをまず理解しましょう。では続いて2つ目のポイント、環境要因がホメオスタシスを崩す。よく太っているのは遺伝だから仕方がないという声を耳にします。確かにダイエットをしていないのに細い人というのもいますよね。これは本当に体質によるものでしょうか。もちろん体質的に太りにくい人もいます。しかしそれは遺伝だけではなく環境要因が関わっていると言われています。理化学研究所の研究によると日本人の体重に遺伝子が影響している割合は 30% と結論付けられています。他にも妊娠時の食事や母乳時の母親の栄養状態で肥満になりやすさが変わるというドーハッド仮説というものもあります。これは具体的には妊娠中に炭水化物を制限する食事をすると9歳の時の肥満率が高くなるなどといったものです。また当然幼少期の食生活や生活リズムは体重に影響します。毎日カップラーメンや菓子パンを食べて育ったり、睡眠時間を6時間以下しか取れないような家庭だった子供は確実に太りやすくなります。このように生まれながらに太りやすいという人は日本人全体では 30% 程度です。そしてそれ以外は環境の要因が大きく影響しています。その環境要因が体重調整のホメオスタシスを崩し肥満を作っているということです。これは逆に言えば 70% 以上の人は環境的な要因を整えて体重のホメオスタシス機能さえ正常に働いていれば太らないということです。ではここまでで2章の内容をまとめます。この章では肥満の本当の原因というテーマについて、ホメオスタシス機能が正常に働くかどうか、環境要因がホメオスタシスを崩すという2つのポイントについて解説しました。では続いて3、食欲コントロール法とは。この章では食欲コントロール法とはというテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは自律神経とホルモン PFC バランスを維持するという2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、自律神経とホルモン。では重要であるホメオスタシスを正常に働かせ、努力しなくとも太らないようにする体を作るにはどうすればいいのでしょうか。それは食欲コントロール法を実践することです。その鍵は自律神経とホルモンの2つにあります。自律神経とは内臓や血管など意識的に動かすことのできない組織をコントロールしている神経です。一方でホルモンとは血液を介して細胞に届けられ、細胞に何らかの働きをする物質です。例えば血糖値を下げるインスリンというホルモンは筋肉や脂肪に作用し、血液中の糖分や筋肉や脂肪に取り込ませる働きを持っています。自律神経とホルモンは神経とホルモンという別の手段を使っています。役割は体内外の変化を感知する、
情報を届けて最適な状態に体を変化させるという2つです。ホメオスタシス機能は自律神経とホルモンで調整されており、この2つは無意識下で体内の逸脱を正常に戻します。ですので食事制限や運動で摂取カロリーと消費カロリーを変えて痩せようとするのは現実的ではありません。なぜなら摂取カロリーと消費カロリーは意識的にコントロールできない、自律神経とホルモンによってコントロールされているためです。逆を言えば自律神経とホルモンを整えれば苦労することなく食欲はコントロールできます。そしてこうした自律神経とホルモンを整えて頑張ることなく食欲をコントロールするのが食欲コントロール法になります。では続いて2つ目のポイント、 PFC バランスを維持する。では実際に自律神経とホルモンを整えるためには何をすればいいのでしょうか。それを知るにはまず、なぜ自律神経とホルモンのバランスが崩れるのかを考えることが大切です。本来自律神経とホルモンは正常に働いて食欲をコントロールしてくれています。しかし基本的にこの2つは生活習慣によって乱れてしまいます。遺伝や病気などでバランスが崩れることもありますが、それ以外は日常的な生活が原因です。何かしら生活習慣に良くない変化が起こった結果、自律神経とホルモンのバランスが乱れます。ですので自律神経とホルモンを整えて食欲をコントロールするためには、どの生活習慣が自律神経とホルモンを乱す原因になっているのかを考えて解消する必要があります。そして自律神経とホルモンに影響する生活習慣は主に栄養、心理、習慣という3つです。栄養バランスが良い食事をしていれば自律神経とホルモンのバランスが整い、食欲が安定し自然と食べる量が減ります。そしてメンタルが安定すると自律神経とホルモンのバランスも整い、食欲も落ち着き痩せます。そしてここで言う習慣とは、睡眠や食習慣、生活リズム、運動習慣を指します。寝不足や生活リズムの乱れ、運動不足は自律神経とホルモンを乱して食欲を強め、食べ過ぎを招きます。ですので栄養、心理、習慣、この3つを整えれば自律神経とホルモンが整い、自然と食欲をコントロールすることができるようになります。そして今回はこの3つの中の栄養に関して掘り下げていきます。近年糖質制限が流行り、ご飯は食べなくてもいいからおかずを食べなさいという人が増えてきています。これは糖質は太るし血糖値を上げて健康にも良くないから炭水化物を控えめにしようという意図があります。しかし実際食欲コントロール法的にはおかずは残していいからご飯は食べなさいが正解になるそうです。グラムなどは考えなくて良いです。成人しているなら最低でも1食茶碗1杯は食べるべきだそうです。ご飯は太ると思い込んでいる人が多いですが、ご飯で太ることはありません。どちらかというとご飯はカロリーが低いのに満足度が高いダイエット向きの食材なのだそうです。逆に肉や魚といったタンパク質源となる食材は満足感が低い割にカロリーが高いので、ダイエットには不向きな食材だと言います。糖質制限の流行と SNS 発信によるタンパク質の重要性の認知拡大によって、ダイエット業界ではタンパク質を重視する風潮があります。確かにタンパク質も重要ですが、痩せたいならご飯を中心とした食事が正解なのだそうです。特に白米ではなく玄米、それを卵かけご飯にすると最強のダイエット食になります。白米と比べて玄米は栄養豊富で血糖値の上昇が優位に抑えられます。そして卵かけご飯にすると血糖値の上昇が抑えられやすくなります。これに関しては否定的な論文もありますが、半熟卵を食前15分、もしくはご飯と同時に摂取することで血糖値の抑制効果が認められたという報告もあります。もちろん健常人で一般的に言われているような食後の血糖値であれば血糖値が太る原因になるとは考えられません。ただ糖尿病の方のように血糖値が必要以上に上がる場合は、血糖値を抑えることは痩せやすさに影響する可能性は高いと考えられています。そして食事における栄養に関しては PFC バランスというものが重要になります。 P はタンパク質、 F は脂質、 C は炭水化物です。これは三大栄養素バランスを指します。栄養素の中でカロリーがあるのはタンパク質と脂質と炭水化物の3つのみです。正確に言うと食物繊維にはカロリーを持つものもありますが、基本的には食物繊維やビタミン、ミネラルのそれ自体にカロリーはありません。 PFC バランスはトータルカロリーを作る3大栄養素の割合です。ものすごく簡単に言うと、炭水化物であるご飯とお肉などのタンパク質や脂質であるおかずの割合です。厚生労働省の日本人の食事摂取基準では、この PFC バランスが13から20対、20から30対、50から65と推奨されています。これらのバランスはそれぞれの栄養素の過不足で問題が生じない範囲で設定されています。ですので、3大栄養素の割合はそれぞれの栄養素に示されている下限の数値は下回らないようにした方が健康的にダイエットができます。
そして痩せたいのであれば 1g あたりのカロリーが高い脂質の割合は下げましょう。炭水化物とタンパク質の割合は上げた方がいいです。そうすることである程度の量を食べながらカロリーを抑えることができます。また三大栄養素の中でも脂質は最も脂肪になりやすく、脂質を低くすることがダイエット的にも非常に重要です。糖質制限が流行して炭水化物が太る原因と考える人が増えました。しかし実際に太る原因は脂肪過多にあると著者は言います。例えばある研究では、食事の中で動物性脂肪の割合が多いほど消費カロリーが低くなったことが明らかにされています。これはラットによる研究ですが、飽和脂肪酸の割合が多いほど自律神経の働きが悪くなり消費カロリーが下がるという結果になっています。またいつもの食事にプラスで食べた時の脂肪貯蓄量を調べた研究では、炭水化物の過剰摂取は脂肪に変換される上限がありますが、過剰摂取された脂肪はその分だけ全て体脂肪に変わってしまったと報告されています。こうした研究からも、痩せたいなら脂質の最低ラインを維持しながら炭水化物とタンパク質の摂取量を高くするのが正解です。では実際にこのバランスを維持する際、量は一体どのくらいになるのか気になりますよね。正直数字ではイメージがつかないかと思います。カロリー計算を推奨するダイエット法も多くありますが、著者が推奨する食欲コントロール法はカロリー計算を一切しません。では一体どうやってバランスを維持するのでしょうか。それは手ばかり栄養法です。手のひらの大きさは体格と比例しています。ですので手のひらサイズで食べる量を考えてバランスを考えるんです。例えば肉や魚、大豆製品などのタンパク質は1日に手のひら4枚分で必要量を満たせると言われています。それは曖昧すぎないかと感じる人もいるかもしれません。しかし手ばかりによる計算は意識して練習すると実測値に近づいていくのだそうです。黄金バランスとは言っても、正確にやらないと痩せることができないわけではありません。炭水化物がメインで脂質が少なめができれば問題ないです。一食のイメージはご飯お茶碗一杯、肉や魚といったメインは手のひら1から 1.5 枚分、そしてこれをベースに余裕があれば汁物副菜をつけると黄金バランスに近づけます。やってみるとわかりますが、一食でお肉やお魚を手のひら1から 1.5 枚は少なく感じる方も多いかもしれません。しかし実際にはこの量がタンパク質を確保しつつ脂質を下げる最適のバランスとなります。ぜひ興味がある方は本書を手に取って読んでみて、細部まで詳しく理解した上でぜひ試してみてください。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. なぜダイエットが成功しないのか。人は本来太らないようにできている。従来のダイエット法でリバウンドするのは当然。 2. 肥満の本当の原因。ホメオスタシス機能が正常に働くかどうか。環境要因がホメオスタシスを崩す。 3. 食欲コントロール法とは、自律神経とホルモン PFC バランスを維持するというポイントについて解説しました。今回紹介した本、101の科学的根拠と 92% の成功率から分かった満腹食べても太らない体について、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですのでぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ。ビジネス図書館東京。